こんばんは松原修です。こんばんはもぐら田しばです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。1>, え1月1日ですね。そう,ねそういうことでね。放送2023年ですよ。そうですか。うん、すごいね。ね2023まあその元,元旦、元日のラジオに出なんか出てるっていうのを多分。うんうん 初めてのことなんで分かんないけどまあでも言うて収録じゃないこれはそうねまだ撮ってる段階では年末時代なんですけどあとその番組がちょっと装いが変わりましてまあ年も明けたんでまあちょっとちょっと変えようかとなって引き算をするっていう大事ですよ引き算これがいろいろなくしていくっていうねこんな感じで。 ちょうどついさっき、うん、あの事務所のネタ見せがあって、うん、でうちの若手のね岸高野っていうんですか最近売り出し中の怒る人ねそうそうそう高野っていうね、うん、あいつがあのまあもともと仲いいんですけど真面目な子で、うんうん、でつい昨日かなかなんかに。 先輩ら飲み連れてってもらったんですっつって千鳥に大悟さんがずっと可愛がってくれててでも俺も世話になってたんだけどだから昨日大悟さんと行って「昨日はあのたくさんお言葉いただきました」って言って「お言葉?」ああどうしたの褒められたって言ったら「いや怒られた?」って言ったら「はいあの漫才についてもっと」 もっとシンプルにせなあかんっていうのを言っていただきまして引き算やそうそうそう引けと引け引けとトップランナーはそういうわけですなそうへえ大事大事よってでもこんな話しても別に一生分かんないやつには分かんないけど分かると思って言ってくれてるわけだからそうね頑張んなさいよつって言って今別れてここに来て。 隣のとこから来てみたら来てみたらここでもまさか引き算の引き算のねえそうなんです何を引いたのか分かってない聞いてるねリスナーはいしそうね変わらんやないかと大して別に何が変わったわけじゃない逆に思ってるよは多分足した方がいいんじゃない足せばむしろっていうねそのもともと何もないでやってんだからまあメールでね足してもらってるからお客さんにはうん あのー、まあちょっと去年の話にはなるけども、はい、メール一つねたくさんいただいてるのがあって、はい、あラジオネームたこはるさん、はい、え去年ね、うん、2022年ブレイクタレントランキングが発表されました上半期はモグライダーさんは増加数131本で3位でした3位、はい、そして年間ではなんと増加数191本で堂々の1位ありがとうございますありがとうございます ブレイクタレントランキング1位 1>、はい、この手のメールがねラジオでもじゃじゃウマさん「百、うん、円ライダーさんみ、うん、ュうみゅさん」などなど来ておりましてそうな,よなのよ <laughs> <laughs> あなたの目の前に今座ってる男、うんうん、<laughs> 2022年ブレイクタレントランキング1位の男です、ねま、マジで ?9 期生のあの大ちゃんが2022年ブレイク1位になるんやへえ 大帝国吉本大帝国をフェードアウトしていたこの男フェードアウトした二人やからさそうですよこんなことないでも何のなんというか実感もないしもっと言うとあれそうねそう比べてるからね前年度と。前年度が 多分なんか五本ぐらいしか多分出てないなテレビにあ。なんかね、見た。一桁やったね。そう。うん。それはそうなるよ、ね。なるほど。じゃあ、え、えなしだぶね、一位俺らで、二位が錦鯉さん,なの、うん。はいはい。で。なるほど。錦鯉なんて、多分俺らの倍から出てんだけど。うん。去年の段階で。う今年の俺らより出てるぐらい。うんうん。んかだから、もう。多分俺らのこん、この。 あれの一位なんてもう全然、ああそうみたいな。いやでもでもや。まあまあねありがたいことですけど。でもブレイクしたらもう終わりやな。どういうこと？ブレイク、もうブレイクとかほら危ないや。そういう感じ。爆発的なとかさ、今旬とか言われたら。だからそれだけは少し安心してるのよ。 <お>そのここブレイクタレントランキング1位に名前載ってるでしょ、はい、でも世の中は、うん、俺たちをブレイクタレントランキング1位のやつだとは多分思って見てないうんまあとで聞いてああそうかって本数何本をただ数字で表したら、うん、それは1位に 名前入れなきゃいけないんだけど、そんな出方もしてないんでね。だから、まあ、まあ、大丈夫です。いい、いバランスで。これが、まあ、その名前出し悪いけど。ひょっこりはんみたいな。このことだったら、やばいかも。ってめちゃくちゃ名前出し。そうね。ひょっこりしてられない状態にまでさせられちゃったら。ああ。出ずっぱりやと思う。そう、そう、そう。でも、まあ、タレント。 業っていうかね人気商売それあるよなブレイクするためにさ、うん、やってたのにそう因果なもんでね,ねドカーンっていったら今度違う不安出てくるわなそうなのよそあなたはその、うん、この仕事をしてて不安を感じたりするのかい <laughs> モグライダー縛って怖いとか不安とかある、うん、そういう感情そのよく言うよね売れ,、うん、売れてるそれもどんなに売れてる人でもうん、うん 不安だみたいな明日にはもう仕事はねえなくなってるかもしんないとかさゼロではないですよ私もそれはもちろんもうその言い方があっちのあっちのいい人やんいその言い方が体操のあれじゃなくてねでもな自己評価が低い方だから俺って相当相当ねうん。 言ってる時点でどどううなるのとは思けまあまあ,あ<の>もうやめてってそうそはそんなわけないしそんなことないからっていう,うん、うん、タイプだからうん、うん、そもそもがだからハードルを自分で上げちゃってるというのかだいぶ下げちゃってるというのかどっちとも取れんだけどうん、うん、だからなんかそんな全然。うんうんうん なんもっていうのがあるから割と大丈夫なんですよ。割と大丈夫それは怖いけど、ね、仕事は欲しいけどうん、うん、最悪なくなったとして、うん、別にまあ言うたら去年までの生活にか戻るだけかみたいな、うんうん、別に漫才はできるからね。 だからまあ <laughs> それはもう完全にあっち側の人やし、もう今の奥さんが聞いてないことを祈るばかり。<laughs> <laughs> いやまあそれはどうにかしてお金はね稼ぎますよそりゃ、うん。バイトすればいいで上げ怖いわやめてよ。ええまあ極端に言うとね。<laughs> でもそれはこ怖,怖さは不安は多少ありますよ。でもまあその まあきっかけは M−1 のファイナルやんか、うん、どう考えてもね、うん、でもやっぱあのクラスに行く人ってもうまあ大体そういう境地というか、うん、まあいある程度やっぱ行ってるよなと思うしまだね俺らは、うん、あのしょってるもんが少ないからうん、うん、これでいられんのかなっていうのはあるようん、うん、だからなんか別にい変な話今俺らがバッていなくなったってうん、うん 困る業界人別にそんないないじゃん。影響もないだろうし。だからそれがなんとなく自覚あるからかなだから,だから俺の焦りはこれがなくなっちゃったらどうしようというよりはこれをもっとあの早くもっと何戦力になんないとまずいよなっていう方の焦りはずっとはでかいそっちはでかい。 増えるると変わってくしねそう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 うんそうね確かにもっとああいつのあの肩にもうちょいのせても大丈夫だよねっていうフォルムに早くこうなんないとまだ広いとそう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 ほどねっていう方がでかい今年ねそのまあせっかく元旦なんいう方がでかいええ今年そのまあせっか元うやんかなんで今 去年ねまだ一人でラジオやらせてもらってる時に書き初めをやらせてもらったのラジオの放送中にで短い時間だったけどそこそこちゃんと考えてふざけずにこれだな今年の書き初めはと思って書いたのが「我」っていう一文字だった「我」を出すの「我」です。こう「我」でいこうって言ってで一年通して割とね 要所要所で立ち返んのよ俺「我」って書いたよなってうそう何回かあったあどうしよう例えばこれ自分の意見通そうかなとか、うん、これちょっと気になってるからまあでもアドバイスとか偉,偉そうだないやでも「が」って書いたからここは言ってみようとか、うんうん、割とねよかったんですよ書いて、えー、いやだからちょっとあなたにちょっとおすすめでなるほど、ね、書き初めまあ確かに頭の 一番こうあ奥に。そう、それがあるとね。<う>うん、あるとね。ここ、うん。ね、ここぞっていう時に、確かにな、うん。結構良かったよね。なんだろうな。書き初め、ちょっと今道具ないから、もうエアーで。うん、<ん>すっごいじゃん。<laughs> 感じ。いや、その。そもそもラジオなんだしさ。め <laughs> ちゃくちゃ頭悪いじゃん。<laughs> ったところでなのよいやだからまああなたのためだからこれはあなたの心にそういう人いるんだけど書けばいいからお前のためだからこれはっていう人いるんだろうなそういう意味で言うとなんだろうなまあおすすめはね一文字がねまた良かったんだけどちょうど今年の漢字みたいなそうそうそうだから俺らなんて2022年はそれこそたまにこの1年振り返って「うん」 漢字一文字で言うと何ですかみたいな、はい、たまにあるじゃん。うん、もう去年一年は、うん、あの、もう。サソリですって言ってたの俺は。ああ、なるほど。<laughs> なるほど、確かにサソリ。もう三河さんに食わしてもらって。<laughs> <laughs> 実際サソリも食ったし。<laughs> う <laughs> もうサソリしかない。そう、サソリですってって。まあ、でも、そうね、こっからは、うん、ここからの一年はね。 まあちょっとマジで言うと、うん、まあモグライダーもそうだし、うん、まほんと芝大好きだなまあ個人だよねうんあのねうわーこれどれが一番適切なのかあ、うん、でもあなたのが「が、うん、我」はねちょっとねでも似たようなとこな気はするんだよな俺もああそう、うん、今思い浮かびそうなのがうんそうああそう これをやっとかないとあの上がっていかないというか角がね角かなじゃ角角ね確かにちょっとがガとちょっとまあまあその俺その2022年あのずっとそれをたしあのそれこそ要所要所マネージャーとかに 言っっててたのこういうお仕事問い合わせ来てますみたいなのでさすがに俺がやるやっていいもんかこれみたいなのもいっぱいもらってたのうん、うん、すドラマも出してもらったしこの間なんててハモネップの審査員やっれ、ね、<laughs> <laughs> でもこれは普通あり得ないんだけどでもこれをやることで、うん、要は。 俺の最終目的は一番上から一回景色を見てみたいってだけだからっていう意味ではそういうの来たやつは全部なんかねやらしてもらおうみたいなこれどうかなみたいなやつもかこれをやって急いで格を上げなきゃなっていうのをずっと言ってたわけさなるほどねてっぺんの方へそうそうそう偉くなんなきゃ偉くなんなきゃみたいなうんうん、うんうん なので、それをなんか一番は必要かな。いいですね。ちょっとせっかくなんでエアーで書いてもらっていいですか。覚悟です。すみません。じゃあ、お願いします。はい、ちょっと、あの、すみするとことかは、あの、放送事故になっちゃうんで。はしょらしていただきますね。なるほど。静かな時間であっちゃダメだから。そうね。ええ、いいですか。ええ、いきますよ。あ、い、い、横、い。結構と、止めるんだね。 ますちゃんとあの小学生の時一応習字やってたんででこっちは桂変ができてこの角ねここがでかいから腹いが入りましたよでこの最後最後の口口閉じまああ出た角角ですはい今日の今年の漢字は角ですこれはまあ通らなきゃいけないもんなでもマジで。 その要は選ぶってことでそうそうねそういうことなんですよちゃんと考えてそうあのまあ言いますよ口ではそれは若手芸人って何でもやります何でもださい仕事って言いますけどもちろんそのつもりはいますけどあれね裏方からしてもねやっぱ引っ張られるというかそう言うからなんかやっぱこっちもねついつい 無茶なことお願いしたまあ当然普通に考えたらいやそんな本心で言ってるわけないだろうってことでもまあ当然ねそれはうんうではないし嘘ではないしね本当だしあれもただ何か何いうか目的がそこに本人の目的があってその仕事を受けてるかただやみくもに受けてるかでだいぶねこの違ってくるというかこの濃さが。 前言ったっけあのー、なんか余計なことし,しちゃうじゃない、うん、怖いから、うん、あれもこれもっつって、うん、で矢印が自分の体から前に矢印が伸びてて、うん、その矢印の先に 例えば大ちゃんだったら、まあ、ぼんやりとでもてっぺんの方へとか、うん、上の方へ行って景色を眺めたいとか、うん、あ,あるじゃない、うん、その矢印が向いてる方向の,その先にあるものが目的みたいな、うん、夢とかこれが遠ければ遠い人ほど余計なことをしないイメージがあって、うん、近いとさこのまたこれラジオで申し訳ないけど近いと矢印がこう、うん、なんていうのへ平面 何ていうのかな圧力がかかりづらいやつねそう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 要は遠い目的に矢印が伸びてたら東京タワーみたいにシューッと細い線が伸びるじゃないですかでもその一番向こうの目的が近いとペタっとした丘のような形になっちゃうそうすると幅が広くていろんなこと入れちゃうんですその中にそうなのまさにうん近すぎると 一番向こうだからもう極端なこと言うとどうやって死ぬか決めてる人はもうすごい鋭角な矢印になってるから細いんだよねその中に入ってることしかやんないから、うんうん、そうだから遠くにね目標を持つって難しいけどもそう、ね、<あの S 2> これでもね見えるとこれをでもはから見てたら「なんだあいつは生意気に」とか言われるね若いうちから、うん、パッと今さっき出てきたようなやつが <laughs> うん、うん。 仕事選んでとかって言われたりもしかねないんだけどうん、うん、でもそういうことでもないんだよねそういうことでもないんだよなそうなんですよまあ段階によってね、うん、確かに入りたてでそのスタンスだとれでもそうでもそのなんかこう太い矢印の、うん、でさ、うん、頭の低い矢印でさうん、うんうん 何でもこれもあれも「ありがとうございますやります」って言ってるけど、うん、そのお前それ引き受けてるだけでやれてるわけじゃないだろうっていうのもあるじゃんああなんかその誠実じゃないみたいなそうむしろ俺からしたらそっちの方が、うん、そう誠実じゃないし真面目じゃないしなんか責任感もないというかさそうね、うん、でもなんか やっぱなんかかかってんだよな、プレッシャー中か、焦りとか、怖いとかが。が、うん、そう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 。シンプルに行くのが一番。シンプル。いいはずなんですよいい、うん。でもいけないんだよな。いけない、いけない。いないね、まあ、あと単純に自分でも思ってもないような。のが、割と。イレギュラーで。きた、それが。良かったりとかね。ある、ね、そういう場合もあるからね。一概には言えないですけど。うんうん、まあ、当面、私は。そう。 角ね、ですいや、結構いい言葉出たな。あ、本当。うん、いいじゃないか。格なんですよ。格<あ>上げたい、格上げたい。これ、何やる跳ねるっていう字かな、あの跳躍の跳。ああ、いいじゃない。うん。あのー、<超>去年はね、かなり準備期間だったんで。うん、うん。ラジオでも言ったけど、こう応援あ中の作品も。途切れたりとか。おーおーシナリオはね、ずっと書いてたんやけど。そう、松の 劇場新作もあるし、うん、動かしてるカリスマってやつのセカンドシーズンも始まりそうだし準備してたもんが跳ねるなんかお笑い用語なのかな跳ね,跳ねたっていうやつね,ね。ねっ受けたことっていうかうね受けたとか拍手笑いとか確かにあれお笑い以外であんま言わないのかな跳ねたってね俺会議でたまに聞き返されるよね。 ちなみにウサギ年とかかってますうわーサッカッスねー腹立 <laughs> つ言い方やな腹立つ言い方やねサッカーだな腹立 <laughs> つは <laughs> 俺の格が下がる <laughs> <laughs> その言い方は止まんないじゃん <laughs> すごいんだけど正月から休みなよ <laughs> 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 なるほどね、うん、そうかウサギ年かウサギ年 あれしゅうちゃん、何年、えっと、えっと、鳥。あ、鳥か。鳥。鳥、犬、あ、そうか。二個上か。うん。なるほどね。うですよ。今年は。うね。うん。うさぎ。はあ。あれ、なん、なんなんだろうね。あの、チョイス、えっと。えっとね。いや、あれな。なんか、うちさ、親がさ、そんなん言ってくるのよ、よく。 うちの親もそうなんよ。あれさ言われた時の返し全然正解わかんなくないんか「ああそうかうん」って言うぐらいしかないじゃん。あそう。んかこうこうこうだから今年はであんたこうだから今年はいいはずよってなんか言うんだけど「やっと!」 とか思わないまあねまあそうかそうかっていうその中まだだ言うとるわっていう聞いときなさい俺てかねと思ってね言ってくれるんだろうけどいやその結構聞くよ俺あそうあのこの間ね聞くっちゅうかやっぱその世代の違い当然あるけどやっぱ昔の人がさもう本当常識として扱ってたもんが 何にも頭入ってない、うん、俺らの世代さ下になったらもっと変わるだろうけど非常全然常識ないんやなみたいなのをねこう感じて、うん、どっかなんか心地よさがあって聞いてしまうみたいなのがあって、うん、まあ本当細かいしょうもない話やけど、うん、車買ってだね、うん、納車日を決めたんよ、うん、で親もたいあの楽しみにしてたから連絡して「うん、あ車ようやく 「ああおめでとう何日?」っつって「何月何日?」って言ったら「えっ物滅やんか?」って「その日しかないの忙しいの分かるけどどうやって選んだの?」ってなって「いやもう何も考えずにここだったらいけるかな」っていう日で「いやよっぽどその日しかならねしょうがないけどちょっと選んだら?」ってもし余裕あるならそうか考えたことなかったこれ。でしょ車を 家に入れるっていう日<ー>その六葉だっけあ<ー>あ俺らの世代とかも薄いやんそういう感覚。ない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 。ねえ。でもなんかそのなんていうのある側面から見るとまあでもそうなんだろうね結婚式とかで気にするのと同じことよねだから。だからそんなのうこうこうこういう理屈でそんなないし、うん、その。 バカバカしいっていう人もいるけどもやっぱ俺は「物滅やん」って言われた時に「あっ!」ってなったななんかうんうん、なんかちょっとね<ー>極端なこと言うと「東京で仕事して、うん、稼いどるだけやなこいつ」みたいな感覚になるだよね,うんねでさんもないそうバカじゃんでおじいちゃん亡くなってさ、うん、地元帰ってさ、うん、実家で。 え母親、えー、姉妹たちがこう取り仕切ってるわけね、うん、お葬式を、うん、何もできない分かんない分かる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 どういう流れで、うんね、どれやったらその非常識でどういう格好でとかさ、うん、全然分かんない、うん、ああいうのなんかそうど,どっかね心地よさ感じてんだよな戻るっていうかあでもそれはあるかもあのー そうそうそうう俺も姉ちゃん弟はそういうのちゃチちゃちゃャやるし、うん、あそう俺が名前も分かってない親戚も全部分かってて、えー、面識もあってうん、うん、話も普通にできてみたいなうん、うん、そうあれの時に思うわ確かに無力でしょう無力ね、うん、なんかその何にもすごくないよな何にもない <laughs> なん何の司会の <laughs> ノウハウも、<laughs> MC 行けない、あ回せない、うん、回せない、うん、ない発言できない、ま <laughs> あの時思うわ、でもそっちの方が大事だもんね、<laughs> 言うて、そうだと俺は思うんだけどな、<laughs> だからまあたまにその話したり会ったりして感覚を戻すっていうのはあるね、うんうん、そうな、まああなたと喋るようになったのもちょっとあんだよな、そういう空気が ちょっとだけあるっていうか、なんか喋ってもこう聞いてくれそうっていうか。ああ、まあわかる。その通じない人の方が多いもんね。多い。それはそうだね。わけ恥ずかしいもんな。恥ずかしいのよ。そう。これね、喋るの恥ずかしいよね。いやだ。あ、そういうの信じる人みたいになった時に、そうそうそう。そうでもないしみたいな感じになるし。お寺のお札みたいなやつを親が送ってくるのよ。ああ、はいある玄関のところに貼っといたりするんだよ。うんうんうん。なんか。 隅で描かれた牛のやつとかあれ <laughs> <laughs> あるじゃん役除、ね、けのさこんなあぐらかいて座ってる鬼、うん、細い鬼みたいなやつとか,かあるね、うん、怖いんだよなちょっと、うんうん あんなんをさ一応もらって俺貼っとくんだけど実家の時にあっったわこれと思ってなんかい大してよく意味も分からず貼っといたりするんだけどたまに連れとか後輩とかが家来てで帰り際パッて玄関で上見てうわっこわってなんか何、うん、<laughs> すかこれみたいな,なガキみたいな <laughs> なった時になんかすごい俺がスピリチュアル気にしてるやつみたいなさふ、うんう,ね、う,うに見られんのも嫌じゃん。分かるわ そういいうことでもないんだけどね,これってねそう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 でもまあ当然邪剣にもできないそう。うん。ちょっと残しとこうみたいな、ねうん、そうそいいいなあの感覚、ね、多分どんどんなくなっていくだろうけどねなくなっていくね、うん、なんかさ意味ないとか無駄とかになるんだろうなそうそう尺、OK、ですあら裏表 はいエンディングですけども、はいえー、いつもメールありがとうございます。とます今年も皆さんお願いしますね。お願いします。えー、質問とか、えー、もう何でも結構ですので送ってください、うんえー。アドレスはこちらです。裏オモ、う、ア、ん、ッマーク jokr.net 裏オモアッマーク jokr.net です。はい番組ツイッター YouTube チ,チャンネルもありますのでフォローお願いします。はい、えー、番組ねなんとか年を越しし年越しましたね。ねなんだかなんだかんだでそのノラリクラリやりながら。うん いやーちょっとブレイクタレントとやってんねんないやそうよ少し、うん、緊張してくださいよ <laughs> <laughs> 緊張個人でもなんか選ばれてました私マネージャーの方にしなんかあそう個人でもなんかそういう系のやつの何<ー>やっけなあのー、なんか5位か 世間に見つかった男みたいな言い方されてるよああそうそうそううなともしげもなんか入ってたよと <うん S 1> なんか二人とも入っててランキングなんかマネージャー楽屋でお前だ言ってくれてちゃんと覚えてないけどともしげのい一個上ぐらいに小田切ジョーがいました。そその並びそうよ すごいねそれより上にいるんだからそうやなむちゃくちゃですもう角ええやろむちゃくちゃのくちゃもう角は上がりきってんのかもしれないこれより上がることないかもしれないかもしれないですねまあ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 も。あま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  そう、周りです。周り全員がそう思ってれば、うん、自然とみんな上がっていきますから <laughs> ね。うん。今年も頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。